ちは、かなです。今回はですね、久しぶりに雑談メイクをやっていきたいと思います。よいしょ。なんか去年めちゃめちゃ肌が荒れてたんですけど、なんかやっと最近落ち着いてきました。なんかもう初めてかも、こんなに忘れされた。なんか常にどっかにニキビあるみたいな感じだったんだけど、これとかもニキビ跡だけど、先週ぐらいかな、スキンケアを怠ってね、この辺にできたんだけど、すごい久しぶりにできた。私肌の質的にあんまり油の入っているものが合わないんですけど、でもずっと使ってたんですよ使ってて、それで最近もう全部、洗顔も化粧水クリーム全部油が入ってないものにしたら落ち着いたので、やっぱり入ってない方がいいのかなって思いました、私の肌的に。ただ入ってないものって保湿力があんまりなかったりするから、これは問題なんだよね。はい、下地終わったらファンデーション、なんか最近ずっとファンデーション塗ってなかったんですけど、なんか塗ったらやっぱりお肌が綺麗に見えたので、ちょっと塗るようにしてます。めっちゃちょっとだけど、私アメリカに来て1年ぐらい経つんですけど、多分生まれたのがアメリカなんですよ。4歳までアメリカにいたので、その時以来ぶりにこんなに長くいますなんか高校の時に半年くらいいたんだけど、なんかね、変な感じした。1年経ったんだって思ったらね、なんかちょっと変な不安に襲われた。っていうか、このファンデ白くない今日白いメイクはい、ということでベースメイク終わったので本題に入っていきたいと思いますそう、なんか最近 YouTube で出会い系のアプリで知り合った男性とどうのこうのみたいな動画を結構見てて、でそれを見てた時に、あ、そういえば私も SNS で出会った、知り合った男性と付き合ったことがあるなって思い出してそう、それでなんか、あ、動画撮ろうかなと思ったんですよ。で、私が連絡っていうか出会った SNS はインスタなんですけど、突然いいねが来たんですよ。見に行くじゃないですか、いいね来たら。めちゃめちゃイケメンだったんですよ福士蒼汰くんとか中島健人くんみたいな系統の顔で、すごいかっこよくて、もうね、そういうタイプが私すごい好きなんですよそれで見に行って、かっこいいから普通にいいねしたんですよ。そしたら確かフォローが来て、嬉しくて確かフォローバックしたんですよね。確かもうね、ちゃんと記憶が正しければ確かそんな感じだったと思います。はじめインスタでやり取りしてたんだけど、その後に LINE 交換しようってなって、LINE でやり取りをしてたので、もうね、本当に覚えてない、申し訳ないけどなどのぐらい連絡取ってたとか全然覚えてないんだけど、なんかまともだったっていう印象がある。なんかすぐに会うっていう感じでもなかったし、あんまり嫌な感じがしなかったんだよね。まあそういうのがうまいんだろうけどそう、嫌な感じがしなかったんですよ。まあ、それで当然会うことになるじゃないですか、一応付き合ってるので。でもその会うってなった時にめちゃめちゃ緊張して、横浜で会ったんだけどすっごい緊張した横浜すごい長いエスカレーターあるじゃないですかあそこでなんかすごい見てきて、その時に心臓止まるかと思ったでもね、写真の通りイケメンだったんですよ。普通にめちゃめちゃかっこよかった。インスタで知り合ってから付き合うまでに確か3ヶ月くらいあって、なんか結構ゆったりだったんですよ、自分的には。多分今まで付き合った中でも一番長かったような気がする。だからそういうのもなんか割と信用できたし、あんまりこうガツガツくる感じのタイプじゃなかったから平気だったんですよね。多分私がね、運よくいい人に出会えただけだと思うんだけど、全然さ、話しながら化粧ってできないんだけど、どうしよう無理なんだけど、みんなすごすぎる。ちょっと突然カメラが止まっちゃったので角度が変わっちゃったかもしれないんですけど、すいません、やっていきたいと思いますカメラが止まってる間に考えてたんですけど、ちょっと思い出したのが一つあるので、ちょっとそれ喋りたいんですけどなんか付き合う前にね、めちゃめちゃこの人いいなって思ったポイントがあって、社会人でめちゃめちゃ忙しいのに七夕の日に一緒にディズニーに行ってくれたんですよ。しかもね、付き合う前に。めっちゃ良くないですかそれね、もう学生の私はね、めちゃめちゃときめいちゃいましたまだ高校出たばっかりのメンヘル脳だったんですよあまりね、何も社会も経験してないメンヘルで合ってるよね7月7日が向こうお休みだったんですよ。
それで、あ、じゃあ会おうかっていう話になって、それで私が、え、じゃあ七夕じゃん、七夕ディズニー行きたいみたいなふざけたこと言ったんですよ。もう超小学生みたいそう、そんなことを言ったら、え、いいよ行こうみたいな、もうそのノリですぐ帰ってきて、 LINE が、え、何行ってくれんのと思って、めちゃめちゃ嬉しくて超テンション上がって、なんかそのために服とか買ったりしたな。なんかいろいろ思い出してきた、やばい。やっぱり付き合う前にディズニーに行くと急接近します。これはね、もうね、立証済みです。私が好きな人がいて一緒に行ってくれるような人だったら、ディズニーに行くと本当にもうキュッてなる。そう、それでディズニーにデートに行って、その後ね、割とすぐに付き合った気がします。なんかやっぱり SNS の出会いでいいのって、自分のコミュニティ外の人と知り合えるから、それはいいなって思います。近い中でギュギュギュッと恋愛してると、なんかみんな、なんか付き合ってたことあるじゃんみたいな感じの関係も、なんか私あんまり好きじゃないので、そういう面では SNS の出会いってなんかいいのかなって思ったりもするけど、出会い系のアプリはまだ私使ったことがなくて、なんかアメリカ来てからみんなやっぱ Tinder だから、アメリカはやろうかなって思ったんだけど、結局ね、インストールもしてない自己責任だけど、めちゃめちゃ気をつけて動いた方がいいのかなって思います。でも普通に出会い系じゃなくても、正直変な人っていっぱいいるから、本当に正直会って話してみないとわからないっていうのは出会い系であれなかろうか同じですよね。大学の同級生でも変なやつとかいっぱいいるじゃないですか。なんかチーク濃かったかな。そうだからね、結局出会い系でもなんであれ、運命もそうだし、あとめちゃめちゃ大事だなって思うのが、自分がどういう女性に見られたいかとか、そういう態度もめちゃめちゃ大事だなって思います。なんかやっぱり軽かったら軽い男が来るしやっぱりルイは友を呼ぶじゃないけど、似たような人が寄ってくると思うので、いい人と付き合いたかったらもう自分を磨くしかないと思うし、世の中はそういう風にできているのではないかなと思いますね。私はこの24年間生きてきてはい、じゃあお化粧が完成したので、ちょっと髪の毛をやっていきたいと思います。はい、ということで髪の毛もやっていきました。はい、ということで今回はですね、雑談メイクをやってみました。あんまりね、うまく喋れてない気がして、多分ね、編集中にちょっとイライラすると思うんですけど、今回は雑談メイクをやってみました。はい、ということで今回の動画はこんな感じです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。